秋山広司教、秋山広司教から1921年9月18日は、幕末の犬山藩士、明治期の内務官僚、明治、大正期の実業家、幹線県知事、女号と表記される場合がある。終わり国で、氏族、秋山前後の次男として生まれ、安政4年12月家徳を相続した。明治2年犬山藩六時に就任。明治政府に出資し、 団上代小巡察、和歌山県警部長、和歌山県書記官、兵庫県書記官、内務部長などを歴任。1896年12月、福島県知事に就任。経済強行の対策に尽力。1897年4月、山口県知事に転任。府県政施行に伴う県会議員選挙の執行。 新選出議員による臨時見解の招集などを実施した。八百九十九年一月十三日、知事を非職となり、同月三十一日、輸出退官した。その後、実業会に転じ兵庫県書記官時の縁故で、兵庫倉庫常務取締役に就任。その他、東本願寺会計検査局長、神戸港川改修社長、神戸漁町は大物市場社長、 関西和室改良社長、神戸電気鉄道取締役、兵庫電気機,機動取締役、鳴尾競馬クラブ会長などを歴任。この間、港川改修事業、兵庫運河改作事業、神戸市立図書館建設、和室改良省令などに尽力した。ありがとうございます。